アハルツヘは、ジョージア南部のサムツヘジャバヘティ州にある、小都市、ロムジアの名でも知られる。ポツホビ川の両岸に位置し、北岸が、旧市街、南岸が新市街に分かれている。1887年頃のアハルツヘ12世紀の、年代記に初めてその名が見える。12世紀から13世紀にかけ、サムツヘ港、アハルツヘ家の本拠地になった。 アハルツヘ家の著名な代表者には、シャルバヤイワネ・アハルツヘがいる。13世紀から17世紀には、サムツヘと共にチャケリ家の封建的な支配下に入った。1576年に、オスマン帝国領となり、1628年からは、同国のアハルツヘ州の中心都市になった。ロト戦争中の1828年に、イヴァン・パスケビッチ率いるロシア軍により征服され、 翌年のアドリアノープル条約の結核大使や飛びリシなどと共にロシア帝国領となった。旧市街では古い要塞や城塞、モスク、13世紀から14世紀に築かれたジャケリの古城、聖マリネ教会などがあるほか、近くの丘にはサパラ修道院がひっそりと立つ。 詳細1980年代後半からソビエト連邦軍の第10電動ライフル守備隊が駐屯し始め、ソ連崩壊後もジョージア陸軍の旅団として存続している。ありがとうございます。